畠山義成、畠山義成は竹山義弘、義成は室町時代後期から戦国時代前期の武将、守護大名である。河内、紀伊、山城、越中守護。足利氏、足利将軍家の一門にて、室町幕府の三官令家の一つである畠山氏、出身。父は官僚、畠山持区に、母は側室。陽名は次郎。 署名は、吉夏。子に、修羅、吉豊、元家。有志に、聖国。家徳相続をめぐって、いとこのや三郎正久、まさ聖長一派と対立、応人の乱を引き起こす。吉成の母は、吉成のほか、小笠原長将との間に、餅ち町を、日田絵馬氏との間にも子う設けている。 また、当時過去町には、吉成は川谷の子であり、当時の創作重源とはいいとこであるとしている。これらのことから当時、吉成の母は、様々な異性と関係を持つ、類の女性であり、持ち国の実施ではないとの説があったことが伺える。大乗院寺社雑事期には、吉成の元で暮らすかつらめ、遊女のことの記述があり、一族の略形図が添えられている。それによれば、 土曜という名の女に、畑山の桂成と書かれており、文明十二年当時七十歳であることが知られる。したがって、吉成は土曜十七歳の時の子である、可能性が高いとする研究がある。こうした事情により、吉成は着死とはされず、岩清水、八幡古の車窓になるはずであったが、十二歳の時に、にわかに、七地区に召し出されたことから、 もともと京氏と決まっていたお地持ち富とその子、矢三郎正久正長兄弟らとの家督争いが勃発することになる。文案五年、1448年11月、持ち富への相続は撤回され、室町幕府八大将軍、足利義成、後の義政から最下を得た、持ち国の諸子、義成が新たにその後継者と定められ、原服して、犠牲の返記。 義の字を受けて、次郎義夏、畠山義夏と名乗った。翌文案6年、1449年に父に代わって、大番の役目を務め、法徳三年、1451年に、伊予上二条任されるなど持国の校舎であることを示した。ところが、義夏への相続は守護代の神保氏など悲観らの理解を得られず、持富の子である、矢三郎正久を旗頭とした。 反抗勢力を形成される。京都区3年1454年4月3日に、持国が八三郎を擁立しようとした家臣たちを追放するが、八三郎を、細川勝元、山名総海や山和の国人である筒井島でもが指示。8月21日に八三郎派に襲撃され、形成不利となったギナは、京都から以外逃れ。 入れ替わりに、吉政から謝面された安三郎が9月に、再び上落。しかし、吉政の怒りを買った総運は12月3日に隠居、両国張まで拒兵した赤松の利高を打つため6日に下校したが、1週間後の13日に、義夏が河内から上落して、安三郎を再び追い落とした。翌京徳4年、1455年2月に吉成と、改名して、江門佐に、除任。 三月二十六日の持国の死去により、家督を継承した。京徳四年二月七日、吉政は、山戸国に、やさに協力しないことを伝え、吉成も、文家のの後、畠山義田と、幕府法公衆と共に、河内、山戸に転戦。山戸国人落合栄を味方として、やさぶろの山戸国人上心、三つ筒井淳栄、橋尾胸のぶらを追い落として、 内軍を領有したところが、交渉三年1457年7月に、ヤマトの騒乱が起こった際、吉成は、吉政の上位と偽って、家臣を派遣したが、これが吉政の怒りに触れて、所領を没収された。吉成派のヤマト国人の所領横領も問題にされ、吉政から国人への地罰の命令が伝えられ、吉政へ撤回を求めても聞き入れられなかった。 同時に9月には、勝本の所領である山城木津にも、上位の左将で攻撃し、次第に吉政の信頼を失っていった。翌長六二年、1458年9月に、総運と共に、岩清水、八幡古の八幡新人討伐に赴いた。長六三年、1459年6月、安郎派の上心院、三信、筒井淳平らが、勝本の軍勢に守られ、 山和へ帰国、落ち家重と交戦したため、吉成は援軍を派遣したが、三信の,の訴えで、細川軍の山和派遣が決まり、合わせて7月23日には安三郎が斜面となった。ため吉成派は不利となり、落ち家重は敗れて没落、三信らは勢力を回復した。安三郎は、間もなく死去したが、弟の正長が安三郎派から、新たに擁立され、 吉成との対立が継続された。長六四年、1460年5月10日、文国の木の国で、猫路寺と畠山軍が合戦を起こし、畠山軍が大敗した。吉成は報復のため京都から紀へ援軍を派遣したが、9月16日に幕府から正永に家督を譲るよう命じられ、20日に河内へ没落、劣勢のために正長に家督を奪われた上、 臨時による討伐対象に定められたことにより、朝敵に貶められた。10月に大和国立田で、正永、三野村らに敗れた後12月に、竹山城、大阪布富田林市に牢城し、討伐に下ってきた、正永、三野部、細川軍、大和国人集らの兵と2年以上も戦った、竹山城の戦い。4年、1463年4月15日に、 上信院、三信の計略により竹山城は陥落し、吉成は木、後吉野へ逃れた。翌干渉五年、1464年、畠山氏の家督相続を公認された正長は、勝本から官僚職を譲られた。吉野に筆足していた吉成だったが、干渉四年十一月に、吉政により赦免された、同年八月八日に、 吉正聖母の日野茂子が死去したことに伴い大社、恩社が行われ、翌月9月18日に柴吉都市や日清らと共に謝免された。吉成は細川勝元と対抗する山名総運、柴吉門の指示を得て、干渉6年1465年8月に挙兵。文政元年1466年8月25日に、 大和から河内に向かい諸城を落とした。大和では吉成派の落家重、古市陰影も挙兵して正長派の上信院、三つの村と戦い、11月二十支援、清の仲介で、両者は和睦した。吉成は12月に河内から上落。吉正との配慮も果たし、正長に畑山邸の明け渡しを要求し、官僚職を辞任させた。翌文章2年。 1467年1月18日、両派の軍が、上、五霊陣社において衝突し、吉成は、総運や柴義門の合心、朝倉高陰の協力を得て、政長を破った五霊合戦。この五霊合戦により三名方、吉成、柴義門派、西軍が有利となったことを危惧し、翌年には、細川法、政長、芝義年派、 東軍が巻き返しを図った。これらに、将軍家、畠山、芝、三名、京国、時、六角、溶か氏などの諸子の家徳争いや、幕府内または、諸家内での権力争いなどが雑に関与し、応人の乱が勃発する。応人の乱では、吉成は総運率いる西軍に、属して正長と戦い、大事や当時に陣取り10月3日の小国寺の戦い。 翌応仁2年、1468年の、東軍足軽大将、骨川道県討伐にも参戦。西軍切手の戦上手として、河内、山と、摂津、山城を転戦、山城の実力支配も行った。文明元年、1469年に、東軍寄りだった山城西部のお徳二に軍を占拠、西岡の戦い、昇竜事情を根拠として、 山崎に陣取った西岡国人や山の正し豊か、河内の正長花堂と戦った。文明五年、1473年、宗運と勝本が死去した後、東西領軍の和睦が進められる中、吉成は講和に反対していた。文明九年、1477年9月21日に、正長討伐のために、河内へ下り所城を、陥落。 10月9日に政長派の守護大湯座長次下を和歌江城から追い、河内を制圧する和歌江城の戦い。オチ・家重と古市住種らも大和を制圧、政長派の筒井純村、橋をため国、十四円清は没落し、吉成は河内と大和の事実上の支配者となった。吉成が河内方面に下校後の11月11日、京では、 東西両軍の間で講和が成立し、西軍諸将は相次いで帰国して解散。応仁のラムは集結した。実際の支配状況はともかく、名目上の河内仕事畠山氏投手は依然として、正長のままであり、河内を実質両国化している吉成に対して幕府は、たびたび追悼令を発したが効果はなく、河内と山とは吉成が、実効支配したままであった。 文明九年からしばらくは平穏であったが、文明十四年、1482年3月に、幕府の命を受けた、細川正元と、正長連合軍が、吉成追悼に出陣した。吉成は7月16日に聖元単独と和僕、正元は、河内十七箇所と摂津結群、東成軍、西成軍、住吉軍の交換を条件に自軍を撤退させたが、正長は、 河内に泊まり、吉成との抗争を継続した。吉成は河内から山城国南部に侵入、翌文明15年、1483年に南山城を掌握し、河内の成長法を相当して、河内の実効支配を確立した犬田城の戦い。ただし、主戦場となった山城では、吉成、正長の争いも、硬着状態となって、以降、 豪を煮やした国人衆により、文明十七年、1485年に、国人一揆が起こり、山城国一揆、畠山両軍は撤退を要求されたため、吉成軍は河内に引き上げた。以後も吉成に対して幕府から追悼令が出されたが、実行されないまま終わった。遠徳二年12月12日、1491年1月21日、吉成死去。 去年五十四、吉成は一時隠居を命じられた際に短期間であるが、野戸畑三家出身の勇士の聖国に家督を譲ったこともあったが、長男の修羅が生まれると聖国を拝着して実家に帰し、修羅を後継とした。しかし修羅は吉成より先に文明十五年に亡くなった。吉成の死後、 孫にあたる修羅の子と次男の元家、吉豊が後継を争ったとされる、義成の家督とか内、大和の支配は元家が継承した。政長もか内、大和、と、山次郎を失ったものの、残るキートへ忠告を根拠として、対抗、両者は、以降も、畠山氏当主の座をめぐって争った。修の読みについては長らく、なり毛利も隣などと同様と読まれてきたが、 近年になって教科書等では広と読む傾向になってきている。ただし上に示した変記を与えられた人物に関してはなりと読まれることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。